多目的広場脇の人口経流、黒沼水田の木道連絡路の農道内、薪公園とは、埼玉県春日部市内薪にある、春日部市営の公園。公園事務所、遊戯施設及び駐車場がある、内牧アスレチック公園ともいう。公園そのものではないが、水田の周辺に、埼玉県埼玉市岩月区裏地温寺、昭工にまたがる、長大な農道県遊歩道があり、 この付近一帯は、内巻サイクリング道路と呼ばれている。実際、この一帯田植え時期、水田を所有している農家以外自家用車は、基本的に立ち入り禁止。遊歩道は広大な田園地帯を包み込むような、周回コースと、中心を横切るコースから構成される。周回コースの北側や、駐車場周辺には、桜が植樹され、絶好の花見スポットとなっている。 広場では、ゲートボールが想定されており、野球闘争の他の球技は禁止されているが、守られてはいない。この遊歩道を含む一帯は、黒沼水田といい、昔は沼地であった。近隣の岩月区ウラジオン寺貝塚地区には、縄文時代後期の遺跡があり、多数の貝殻が発掘されている。縄文人が食したものである。縄文時代この近辺は海辺であった。 内巻公園数キロ先、豊春地区には、花関貝塚がある。かつて人文地理学者の三遊国五郎はここで、研究活動をした。来園方法は、北春日部駅か、豊春駅から、徒歩のほか、自動車、自転車による場合と春日部駅西口からバスで、京栄大学前停留所からの徒歩である。駐車場は、第1、第2、第3、仮第1、 仮第2があり、一部は場内暴走防止のため、段差補装がなされている。自転車駐輪スペースもある。北側コースと中央コースは相互に行き来できる連絡路があり、何通りかのコース設定ができるが、南側コースと中央コースは連絡路がない。ただ、水路の上に蓋が被せてあるところがあるが、危険であるから通行は控えるべきである。 中央コースには水路に蓋がかぶせていないところがあり、子供連れの歩行者は注意すべきである。UFO 道への車の乗り入れについては、農業車両以外は乗り入れないでくださいと、市の掲示があるが、出入り口が多数あること、近隣工場従業員の通勤の近道となっていたり、知らずに乗り入れる者がいて、特に夜間は歩行者にとって危険な場合がある。農業従事者の高齢化や、 後継者不足により将来的には水田部分も公園として整備する構想が浮上している。ありがとうございます。